デビット・バーンはイギリス出身のアーティスト。1974年から1991年まで活動したアメリカのロックバンドトーキング・ヘッズでの活動でも知られる。イギリスで生まれ現在はニューヨーク在住だが2012年までアメリカの市民権は選んでいない。現在はイギリスとアメリカの二重国籍。イギリススコットランドのダンバートンで生まれる。妹がおり。 父親は電子工学の技術者であった。2歳の時にカナダのオンタリオに引っ越し、8から9歳の時にアメリカのメリーランド州アナポリスに移る。5歳でハーモニカが吹けるようになり、高校に入学する前にギター、アコーディオン、およびバイオリンの演奏を習得。ロードアイランドスクールオブデザイン在学中、クリス・フランツとティナウェーマスに出会い、トーキングヘッズを結成した。 トーキングヘッズとして8枚のアルバムをリリース。その間、1981年には、ブライアン・イーノと組み、マイ・ライフ・イン・ザ・ブッシュ・オブ・ゴー・スツでソロデビュー。1986年には、トーキングヘッズのセブンス・トゥルー・ストーリーズ発売に並行して、アルバムと同名の映画を作成するなど、映像分野にも進出していたが、徐々にバンド内に亀裂が生じ間もなく、 トーキングヘッツは活動を停止した。映画ラストエンペラーの音楽を手掛け、坂本隆一、コン、スーと共に1987年度アカデミー賞、作曲賞を受賞している。バンド解散の前後からバーンはラテン音楽への系統を強め、ワールドミュージック専門のレーベルルアカバップを設立。自ら南米やカリブ諸地域を旅して回り、同地域を中心とした。 音楽、ミュージシャンとの交流や、欧米シーンへの紹介、発掘を進めていた。当然ながら、ソロ活動もワールドミュージック路線を全面に打ち出した、音楽性となり、1989年にセカンド、ソロアルバム、レイモも、1991年のインスト作品、ザ・フォレストを経て、1992年のサードソロ、UHO でその方向性は一つの頂点を、迎えた。 同作からのシングル、シーズマットが、アメリカのモダンロックチャートで3位を記録するヒットとなり、さらにその PV は、同年の MTV ミュージックビデオアワードで2、部門ノミネートの高評価を獲得。同作発表に伴い行われた、日本公演を含む92年のツアーも、盛況を収め、ツアー途中の10月ハロウィンに行ったライブを題材にした、映像作品、ビトウィン・ザ・ティースも制作された。 その後、セルフタイトルのフォース、ステファン・サグマイスターが、ジャケットカバーを担当した、フィフス、フィーリングス、ラジオヒット、ライク・ヒューマンズ・ドゥを収録した、シックスス、ルック・イントゥ・ザ・エイボール、還元楽器、吹奏楽器を全面に配したセブンス、グローン・バック・アーズ等々、大きな停滞期もなくおよそ3年周期で、ソロアルバムのリリースを続ける。2009年には実に27年ぶりに、 ブライアン・イーノと共作したエブリシング・ザット・ハッピンズ・ウィル・ハッピン・トゥデイを発表。2010年にはファット・ボーイ・スリムと共同制作したコンセプト・サントラ・アルバム・ヒア・ライズ・ラブをリリースしている。旺盛な創作意欲は今なお健在であり、著書の執筆や映像作品の制作など、ソロアルバム以外にも多くのプロジェクトを抱えており、音楽活動に限っても自身の映像作品の サウンドトラックのリリースや様々なミュージシャンとのコラボ作品、客演なども同時に行っており、そのディスコグラフィーは多岐にわたる。私生活では1987年に妹のティガ・ラッツと共に日本でモデルをしていたコスチュームデザイナーで女優のアデル・ラッツと結婚し、一子を設けたが2004年に離婚した。ありがとうございます。